ごいなんか可愛い感じの曲で、これをノイミーのみんなで踊ったり歌ったりするのがすごい楽しみだし、なんか目標だったオリジナルソングをいただけたので、もう本当にこれからはこれからもっとさらに曲をいただいたので頑張っていきたいなって思います。ちょっと1番3人ユニゾンで聴いてみましょうか。どんな顔して笑えるだろう、好きだ、あもう遠慮はしない。そうそうそう、うん、あをしっかりね、はい、あもう遠慮はしない。出せるように頑張ります。
作品を完成させて皆さんの前に出た時に、ゆいみーもやるじゃんって思ってもらえたらいいなって、その言ってもらえるように明日、明後日とこれからコツコツと練習に励みます。ありがとうございます。頑張ります。イエイ。なんかドキドキしてます。朝起きたらもう時間が結構やばくて、あーって出てきて。高菜鶏飯。鶏飯。ちょっと朝から重い。あ、スタート。いや遅そうだよ。なんか遅そうですよ。大丈夫ですか。これはめっちゃ早いじゃん。お見るよりは早そう。それで、まあ、大体もうお話は聞いてますよね、はいはい、まず陸上競技のシーンをこれから撮ります、はい、そこがスタートで、まあ、設定としては短距離かな、まあ、50m とかそのぐらいの距離なので、まあ、それをバーッと走るシーンというのをこれから撮ります。はい、はい、はい、よーいスタート、よーい、はい、スタート、スタート、ドン、ダッシュ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 、はい、よっしゃPV なんですよ。おみる、おみる、おみる、あ、待って、早い早い早い、おみる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 、あー、え、画伯、画伯してもらいます。ももきゅんに、うん、ももきゅん次だよ、また行きます、よーい、スタート、せーの、好きだー。ここまで来るやつは奥に2人いてもらって、で、頑張れー、イエ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 イ、ちょっと笛を、笛も持っててもらって、気になるところに来ちゃう、わかった、あれ頑張れ、もう 100m 走ってきたんで疲れてるよ、はい、カット、はい、じゃあエンジンも OK、 着替えよう、
はい、じゃあみんなここの競技場での撮影は終了です。お疲れ様、ありがとうございます。外のダンスはトラックがあって、トラックが斜めになってたのでレーンに沿ってダンスができなくてちょっと難しかったです。リップシーンは最初はちょっと手の震えが止まらなくてどうしようって感じだったんですけど、でもなんか監督さんとかにいいよって言ってもらえて嬉しくて、結構最後の方は頑張れたので使ってもらえると嬉しいなって思いました。たくさん人生初の MV 撮影だったのですごい走るのも遅いし緊張したんですけど、すごいでもみんなで汗をかきながら団結して頑張れて、すごく完成が楽しみです。リップシーンとかもうすごい緊張したんですけど、うまくできたのかなわかんないんですけど、ちょっとでも楽しい撮影でした。 MV 撮影も初めてで、すごいなんか周りの皆さんが温かかったので、すごくなんか優しいなって思いました。めっちゃ楽しかったですすごいずっとメイキングとかすごいアイドルさんの見てきてたので、実際やってみると想像と違ったりその通りだったり、すごいいろんなこうことを考えることができました。いやでもリップシーンは本当に緊張しました。一人ずつだったんですけど、どういう手振りとかどういう視線をそらしたりとかどうしたらいいのかなってすごい考えてやりました。まずなんか MV ってこんな風に撮るんだっていうのと、あとなんだろう、あとなんか自分たちの曲がさらに好きになりました。なんか理想はミュージカル風に動きたかったんですけど、なんかずっとこうなってて私の手はここから動かないってなっちゃって、すごく悔しかったけど、みんな褒めてくれたのでこれから日々精進していきたいと思います。ダンスシーンはなんかアイドルさんのよく見るときになんか見るんですけど、あんなに撮影するって思ってなくて、いろんな角度から一気に撮ってったりするのかなって思ってたから、すごいちょっとなんか自分はダンス好きだから楽しかったんですけど、すごい大変なんだなって思いました。自分たちのミュージックビデオを初めて撮っていただけることになって本当にありがたいし本当に嬉しかったです。イコールミーとしてみんなでパフォーマンスしてる姿を収めていただけることがすごい嬉しくて、涙どうしようどうしよう、もっともっと頑張ろうと思いました。叫べ、どうにか君に届けなきゃ。
一回切るし、大丈夫、このままで時間大丈夫、時間大丈夫、一瞬休み、一瞬だけ、ね、全然全然また一回終わり。ポーズとかこうしようとか考えててもなかなかカメラの前に立つと真っ白になってしまって、どうしよう、どんな風にするよね、リップシーンわかんないよ、リップシーンわかんない、どうしよう。お願いします、すいません、お願いします。やってみて、じゃあこっちで。プレッシャーが大きくて、またこういう機会がある時までに自信のついた、自信の持てる自分でいられるように、明日からまた頑張ります。あ本当にでも悔しかったので、これをバネに頑張ります。